大石実の医学 ECFMG サーティフィケーションは外国人医師が米国でレジデント研修をするのに必要です。米国で レジデント研修をしないと米国の医師免許証や専門医の資格は取れません ECFMG サーティフィケーションを取得するには USMLE ステップ 1USMLE ステップ 2CKUSMLE 2CK ステップ 2CS の3つの試験に合格する必要があります USMLE ステップ 12CK2CS は医学部5年生以上で受験できます1つの試験に合格してから7年以内に3つとも 合格すする必要があります試験場はステップ1・2・ CK は日本にも設けられますがステップ2・ CS は米国にしか設けられません USMLE ・ステップ2・ CS はアトランタ・アトランタ シカゴヒューストンロサンゼルスフィラデルフィアのどこかで受験する必要があります試験形式はステップ1とステップ 2CK はコンピューター形式でステップ 2CS は12章例を用いたオスキー形式です USMLE Step 1は Anatomy Behavioral Sciences Biochemistry Microbiology Pathology Pharmacology Physiology Interdisciplinary Topics から出ます。USMLE Step 1は 350代のマルティプルチョイステストアイテムスからなり8時間かけて行われます USMLE ステップ 2CK はインターナルメディスンオブステトリックス・ガイネコロジーピディアトリックス・プリベンティブ・メディスンサイキアトリー サージャリー、アズアエアリアスから出ます。USME l ステップトゥシーケは三百七十台のマルティプルチョイステストアイテムスからなり。九時間かけて行われます。 USMLE Step 2 CS は Integrated Clinical Encounter Communication and Interpersonal Skills Spoken English Proficiency の試験です Integrated Clinical Encounter では Data Gathering ドキュメンテーションが評価されます。コミュニケーションインターパーソナルスキルスでは、クエスチョニングスキルス、インフォーメーションシェアリングスキルス、プロフェッショナルマナーラポールが評価されます。スポークンイングリッシュプロフェシエンシー では、クラリティオブスポークングリッシュコミュニケーション。が評価されます。USME l step two C S では。十二症例を用いて。八時間かけて行われます。USME step three。 はレジデント研修をしてから受験し、合格すると。開業することができる免許証をもらえます。終わりです。